皆さんこんにちは。いやー、やっぱりね、打ちましたね。本日の翔平ということで、今日は3打数2安打35号ということでね、1打点の、1盗塁ということで、盗塁も13個になっております。そしてエンゼルス6対2で勝利ということでね、スタッシが3打3打点、バリア7イニング2失点ということで、そして C、ワトと投げましてね、まあ無失点という感じですね。で、まあ、今日のね、2振り MVP、まあ決勝点の翔平、3打3打点スタッシュで頑張って投げたバリアということでね、今日はまあ1人というあれではね、絞りきれないので、まあ3人あげました。そしてさよならクラさんということで、クラウディオさんが DFA ということでね、さよならということになりまして、まあどうなんでしょうか、 3A にとどまるのかリリースなのかわかんないですけど、まあとりあえずさよならということになりました。まあしょうがないね。どっちしろワトさんとクラさんとね、なんかキャラ被ってるしね、最初からなんでこの2人入れてんだろうっていう感じでしたからね、まあしょうがないですね。で、まあこういうこともこの後誰かしらにまた起こる可能性も十分にあるしね、でトレードでいなくなる場合もあるしということで、まあそういう世界なのでね、しょうがないですね。そしてまあ大谷さんね、今日2安打ということで、まあまたネットニュースもね、復活とか書いてありましたけど、まあ復活というよりかは、まあ一回沈没はしてないんでね、復活も何もないんだけどね、まあまた打ち始めるだろうって言っててね、まあやっぱ打ち始めるよねっていう感じで、本当やっぱそんな心配しなくてもね、全然大丈夫だと思いますよ。で、まあ今日はね、1打席目のヒットは、まあ、ちょっとね、あそこは振らない方がいい球ですけどもね、まあでもあんなとこ届くんだっていう感じで、まあシフトの間でね、ちょうどよく飛んで、まあヒットという感じになりましてね、まあホームランはですね、甘い球逃さずにという感じでしたけども、まあちょっとタイミングやっぱまっすぐ待ちなのかな、だけどちゃんとねこらえてというか、溜めてというかね、ちょっとまあ出されながらもね、しっかりと振り切れて、コンタクトできたのでね、いやすごい球でしたね。打球が35号ということで、40発もねもう見えてきたというところまで来ましたのでね、どうだろうね、何本打つんだろうか。だから辛く見積もってもう45だよね。だから普通に行けば50は超えてくれると思うんですけどね、まあ50本打ったらすごいよね、ピッチャーもやって。で、まあ今日もね走って、1個アウトになってるんだけど、まあね、あんだけ走るってことはやっぱり元気な証拠なのでね、その辺もバロメーターになるんじゃないかなとは思いますけどもね。ただまあこのところね、ちょっと、なんて言うんだろうな、当てただけのフライとか、まあ、そういうのは多かったんですけども、まあ、今日のはね、しっかりと、タイミングもずらされながらもね、よく捉えたかなと思いますし、まあ、1打席目のもね、まあ、簡単に追い込まれちゃったんですけどもね、まあ、そこは、まあ、普通の人は届かないけどね、彼なら届くというところで、まあ、ヒットにできたのでね、まあ良かったかなと思いますね。なんでまあまた、まあ、普通に打ち始めると思いますしね、この後も。だからホームランがね、マルチホームランっていうのが出てくれば、50本60本っていう可能性もね出てくると思うんですよね。じゃあその辺ですね、あとは何本打つかっていうのは、1試合に複数打つ日がねで何回かあれば、おのずと伸びていくのでね、50、60と言ってくれるんじゃないかなと、その辺は思いますね。そして今日ね、バリアがね投げましたけども、いきなりね2点取られちゃったんですが、まあ普通だったらねそのままダダダダって点取られるんですけどもね、頑張って、7イニングということでしっかりと投げ切れたのでね、まあなんだろう、ずっとトリプル A に、ね、結構長い時間いましたけども、その中で、まあ、ちゃんとね調整してというか、
そんなになんか防御率は良くない感じだったんですけどもね。ただまあまた上がってきて、しっかりと投げたのでね、いいアピールになったんじゃないかなとは思いますけどもね。ただまあ初回に捉えて、あのあとねちゃんと7回まで投げたっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますのでね、まあ今日の勝因はねそこにもあるかなと思いますね。でまああとあのメイさんだよね。今日もいい守備あったし、まあ打つのもねまあ打ったけども、あの守備はやっぱりいいよね。うん、なんか盛り上がるしね。であれがね抜けちゃうのと取るのとはねまた変わってくるし、だからまあもうちょっとね、まあ打ってるんですけど、ここのところこのシーズンずっと出るとしてね、通してまあ2割5分以上打てればね理想的なんですけどね、あの守備があるので、うん、非常にねこのところお気に入りの選手というかね、なんか気になる選手になってきてはいますよね。あとまあマーシュもね走れるから、こうランナーに出た時もねホームに帰ってくる確率も高いし、まあいいかなと思うんですけどもね。このところ気になってるのは彼のねツヤツヤな髪、長いね、あとおひげ、お手入れどうしてんだよって感じですけどもね、結構なんかツヤツヤですよね。しっかりとこう手入れしてんでしょうね。であのひげの手入れも大変らしいですよね、あんだけ長いと。だからね大変だなと思うしね、いちいちあれ野球やるたびにね汚れていくわけじゃないですか、ひげとかも。今日もねヘッドスライディングとかしてたし、大変じゃないのかなと思うんですけどもね。まあ本人が良くてやってるからまあいいんでしょうけどもね。結構最近あのねツヤツヤの髪が気になっておりますけども。でまあね、今日はねこう最後点取ってまあいい感じで勝ったっていう感じなんですけども、まあ途中までは1点差のね試合で、でまあ大谷さんにね敬遠となってしまってね、敵地なんですけどブーイングが起きたっていうことで、まあエンゼルスファンもいるんでしょうけどもね、結構でまあ結構ねあのホームじゃないのでブーイングが起きてるっていうのはやっぱり人気のね証なのかなと思いますけども、まあでも1点差のねところでまあ負けてるとはいえもう一発打たれたらっていうのがあるので、まあしょうがないよねっていう感じですけども、うん、でもやっぱりそれぐらいの人気ということですよね、うん、でまあ最後点取ってね6対2ということで勝ちましたけどもね、まあでもそれまでは本当1点差のね、厳しい試合だったので、うん、いい感じの勝ち方だったかなと思いますね。まあただねここのところ勝ちましたけども、まあ相手も相手なのでね、まあ勝つべき相手ではあるんですが、まあ、その後ね、また上位のとこと当たった時がどうなるかっていうところですけどもね。まあだからどうするんだろうね、そのトレードのね動きがまだあれないんですけども、まあもうすぐね今日が26ですか、でもう1週間切ってるですよね。まあ切ってるっていうか、まあ、ギリギリ1週間ぐらいかと。なのでどうするんだろうねっていう感じで、まあ、そろそろ動き出すのかなとは思いますけどもね。結構今日は、アダム・フレジャーでしたっけがトレードになったりしてね、まあ、トレードになるんじゃないかって言われてる選手がこうね結構何トレードがね決まり始めてるのでね、エンゼルスもそろそろこうちょっと面白いトレードというかね、まあ一回決まればねどういう方向に行くかっていうのは分かるんで、とりあえずねそれがどうなるか、誰が出されるのか、うん、っていうのがまあ非常に気になるところではあるんですけどもね、まあ早くそのタイミングが来ればね面白いかなと思います。でまあねヤンキース今日もね惜しかったというのか、なんちゅう負けをしてんだっていうのかねっていう感じなんですけども、4-0 だったんですよね。で7回とかまでノーノーやってたわけでしょ、ハーマンさんが。いやそれで負けちゃうとねやっぱもったいないよねって。でねやっぱりボストンにねちょっと勝ち始めてたのに、前はね歯が立たなかったような感じだったけども、で結局これで負けちゃうっていうのはやっぱりもったいないしね。うん、
勝てたのとね、負けたのとはだいぶ違うと思うんでね、その上目指すのもそうだし、ワイルドカードをね入るのもそうだしっていうところで、まあちょっと今日の負けはね痛いなとヤンキース的にはね思いますね。でヤンキースもまあどうトレードをどうするのかっていうのはまだね、あれですけども、まあもうそろそろねヤンキースもエンゼルスも動き始めるとは思いますのでね、まあ、その辺の情報が入り次第ね、お伝えしたいと思いますけどもね、まあ、それがとりあえずね今週の楽しみかなと思います。ということで本日もねご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォロー、コメントなどよろしくお願いします。では終わります。